モーリッツ・ラントグラーフ・フォン・ヘッセンは、ヘッセン家の当主。イタリア語名は、マウリツェオ・ダシア。母・マファルダとモーリッツ、弟のハイン・リヒ1926年、フィリップ・フォン・ヘッセンの長男として、イタリアのラッコニー事情に生まれた。第二次世界大戦中、父・フィリップはゲシュタポに逮捕され、母・マファルダは、ブーヘンバルと強制収容所へ交流、収監され、間もなく死亡した。 後継者のいなかったヘッセン・ダルムシュタット家の当主ルートビヒトの養子縁組に基づき、1961年にヘッセン・ウント・バイ・ライン大公の爵位請求権を相続した。ザイン・ビト・ゲンシュタイン公家課長、グスタフ・アルブレヒトの次女、タテアナと結婚した。結婚式は1964年夏、ギーセンにおいて取り行われたが、1974年に離婚した。 1980年10月25日、父、フィリップの死に伴いヘッセンカッセル紅白化の当主となり、合わせて両ヘッセン家の当主となった。2005年9月に放送された、日本のテレビ番組、海運。何でも鑑定団において、鑑定士、中島聖之助、後吉木、タレント住田隆史が、モーリッツの屋敷を訪れ、所有している。 骨董品を鑑定するという企画が行われた。この内書記書き絵文様式の壺には5億円という番組史上最高額の鑑定額が付けられた。縦穴2ザインビトゲンシュタインベルレブルクとの間に2何二上を設けた。ありがとうございます。